今年3月の世界選手権金メダル、フランス選手権は4連覇、あの007シリーズ20作目の映画アナザーデイより、まず4回転3回転成功なるか。強い、決めてきました。強いですね。4回転3回転入りました。やっぱこれじゃないとね、男性のショートプログラムはね、4回転入んないと。世界の大舞台は数えきれないほどに経験をしています。ジュベール準備はキックとも成功。直前のプレオベールが会場を引き込みながら、若さのとは対照的に何か力を見せつけるようなこのジュベールの演技。まあ、やっぱりフランスもチャンピオンですから、ここでね負けるわけにはいかないっていう意地もありますでしょうしね。地元フランスでのグランプリシリーズ、一昨年そして去年ともにこの地元のフランス大会は2位、表彰台の頂点には届きませんでした。今年はフランス対決になりそうな、そんな予感の中で、地味の音楽に乗って、さあこれからどんな演技が続くか。ベールとは対照的に強さを感じさせる、何かこのジュベールの演技ですね。そうですね、もうこれは完全な正統派のスケートなんですが、ちょっとねスケートの滑り、その辺からすると、まあ役者が 2,3 枚上ですね。これが世界のトップを狙うフランスのエースです。ただ一人4回転にも成功したショートプログラムが終了しました。ワイヤー・ジュベール・フランス。よくこの体勢から飛びました。この辺はやっぱりね、力で持っていける男性ならではの演技ですよね。最初の4回転で完全に自らの世界にこの会場を引き込んでいきました。本当に佐野さんがおっしゃったように、笑顔ではない、まさにこれが正統派のスケートだ、そんな印象を抱かせてくれた。そうですね、ブライアン・ジュベール、あの007シリーズの曲に乗って見せたショートプログラム、技術点はただ一人の41点台、演技構成点も7点台が4つ出ました。さあトータル 77.35 は貫禄のトップに立ちました。フランスブライアン・ジュベール、見事にショートプログラム11人を